鉄道チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ハッチーこと、ハチアスミです。まあ、10月11日からですね、全国のですね、旅行が割引になる全国旅行割が始まりましたと。まあ、ちょっと都道府県によってスタートの位置変わってきたりはするんですけれども、まあ、こうやって全国一律の割引キャンペーンが始まるとですね、まあ、なんか出かけないと損するかなぐらいの、まあ、そんな気持ちになります。これ根っからの貧乏症っていうやつですね。で、まあ、損するなみたいな、使わなきゃって思うとどうなるかっていうと、全国旅行割って一体どこでどういう風に使えるのっていうのを調べますと。で、調べた結果が今日の動画になってくるというところです。で、全国旅行割ですね、そもそもこれ目的は何かというと、国内の旅行事業ですね、これを支援するために行う、まあ、観光庁主管の施策になってきます。で、一応期間は10月11日からもう始まってますね。そこから12月の中旬20日ぐらいまでっていう風に目処にはなっているんですけど、まあ、まだここ予定になってきますので、もしかしたら早く終わるかもしれないし、まあ、年をまたいでもうちょっと伸びるかもみたいな可能性もありますね。まあ、私たちの願いは一つですよね。1年ぐらいやってくれないかなみたいなところです。で、この旅行割ですね、大きく分けるとですね、2つから成り立っていまして、1つが旅行代金の割引で、もう1つがその訪ねた地域ですね、そこで使える地域クーポンと。で、まあ、どっちもですね、1回の旅行でこう恩恵を受けることできるんですけど、それぞれ微妙にルールが違ってくると。なんかこっちとこっちがですね、まあ、旅行割と旅行代金の割引と、なんか微妙にですね、ルールが違ってくるので、まあ、それを一つずつ見ていこうかなというところになってきます。まず旅行代金の割引ですね。これはですね、ざっくり言っちゃうと、まあ、旅行にかかる費用のうち 40% 割引しますよと、非常に大きいですよね。まあ、普通になんか服のセールとか行った後、だいたい1割2割引きだったりして、まあ、4割引きはなんかファミリーセールとかそういうとこ行かないとないかな。すいません、話それましたね。という感じになってきます。で、この割引ですね、旅行商品の料金ですね、対象になってくるのが大きくまたこれ3つに分かれてきまして、まあ、1つが公共交通と宿がセットになったプラン、まあ、分かりやすいですよね、まあ、新幹線とお宿がセットの、まあ、出張パックみたいなのとか、まあ、普通の旅行商品ですね、というのと、もう1つが宿泊のみと、まあ、だからこれじゃらんとか楽天トラベルとかの予約サイトでピッてやるだけ選ぶと、あれも対象になってきます。で、3つ目がですね、日帰り旅行商品、まあ、例えばバスで行くぶどう狩りツアーとか、あんな感じでしょうか、イメージとしては。の3つになってきますと。ただこの3つなんですけど、それぞれまたルールが分かれてきまして、まずですね、公共交通と宿がセットになったプラン、まあ、パック商品ですよね。それの場合はですね、1泊あたりの割引上限額8000円ですと。なかなか大きいですね。ところがですね、宿泊のみと、だから宿だけを予約する場合と、日帰り旅行商品の場合は割引の上限額、これ5000円と決まっています。まあ、複雑ですよね。で、ここで気になってくるのが、例えば新幹線の切符だけを取った場合とか、あるいは飛行機でまあ往復のチケットを予約した場合はどうなるのかっていうところなんですけど、まあ、このあたりは残念ながらですね、割引の対象にはなってきませんと。まあ、何かしらうまく宿とセットっていう風にしなくてはいけなくて、で、まあ、私がですね、この場合にですね、使おうっても心に決めているのは一つありまして、これ飛行機のダイナミックパッケージです。まあ、ダイナミックパッケージ多分使ったことある人多いと思うんですけど、まあ、JAL とかアナとかエアドゥでも何でもいいんですけど、例えばまあ北海道旅行行きますよみたいな、という時にですね、まあ、JAL とかのサイト開きますと。で、まあ、羽田発と、行きは新千歳まで行きますっていうのを選びますと。で、帰りまあどこでもいいんですけど、例えば釧路空港から羽田に帰りますを選びますと。で、その間にですね、まあ、2泊ぐらい北海道するぞってなった時に、まあ、道内にですね、候補に出てくるあのお宿があるので、そこからここの宿とここの宿を選びますってするとですね、まあ、なんかこうオリジナリティあふれるというか、まあ、一応こうカスタマイズされた旅行商品ができてくると。で、まあ、この場合ですね、まあ、飛行機往復の公共交通機関と宿がセットになった旅行商品というふうになりますので、まあ、これ丸ごとで4割引きにしてもらえると、非常に美味しいですね。はい、しかもこの割引額っていうのは1泊あたりになってきますので、まあ、2泊すればその分増えていくぞっていう感じになってきます。はい、で、次ですね、地域クーポンの話に移ります。これあの GoTo の時にも出ていたのとほとんど同じなんですけど、これがですね、いつお出かけするか、いつお泊まりするかで微妙にもらえる金額が変わってきます。まずですね、公共交通と宿がセットになったプラン、まあ、パック商品ですね、この場合と、それから宿だけ、あの宿泊だけ、お泊まりするだけの、まあ、ホテルの予約っていう時ですね、この場合は泊まる日と翌日、だからチェックインする日とチェックアウトする日、両方、まあ、1泊で考えると両方がですね、土日
の休日の場合だと、まあ、1泊あたり1000円。ところがですね、例えば金曜日にお泊まりして土曜日チェックアウトしますよとか、日曜日チェックインして月曜日チェックアウト、まあ、分かりやすい例で言うと水木お泊まりとか、まあ、何かしら平日にかかっている場合ですね、この場合は3000円の地域クーポンが当たります。で、日帰り旅行商品の場合はどうなってくるかっていうと、まあ、これは土休日にお出かけをした場合は1000円、まあ、それ以外の普通に平日に日帰り旅行したら3000円もらえますよと、ちょっとシンプルな感じになってきますよね。はい。でもう一つ複雑なのがですね、この全国旅行割ですよね。これってじゃあ何でも全ての旅行商品、さっき言った例えば公共交通機関付きの宿泊とか宿泊のみとか、あるいは日帰り旅行とか、まあここに入れば何でも割引になるかというとですね、そうではなくてですね、またここ複雑なんですよね。平日の場合は5000円以上の宿泊旅行から、で土休日であれば2000円以上の旅行宿泊からが対象になってくると、まあ曜日によってですかね、加減の金額っていうのも変わってくるっていうのがありますね。で、まあ、私11月中に実はちらっと北海道行こうという予定が立っていて、これ始まってしまったっていうことは早く取らないと結構やばいですよねっていうことなので、まあ、この動画を送ったらちょっと宿の予約とかしようかなと思っています。まあ、もちろんダイナミックパッケージなんで飛行機とセットですけどね。ということで、まあ、この辺にしておきます。ありがとうございました。